縦町停留場は、広島県広島市中区元町及び八丁堀にある、広島電鉄本線の路面電車停留場である。駅番号は M8。本線が1912年に開通した際、当地に停留場は設けられておらず、当停留場が開業したのは1952年のことである。開設当時の停留場名は、郊外バス前停留場で、 その名の通り停留場の北西には、広電バスの郊外バス、八丁堀営業所が隣接していた。このバスターミナルは、広電バスが1949年に開所したもので、拡大していた自社の郊外バス路線を束ねる拠点としての役割を持っていた。到底、留場はこのバスターミナルを利用する客の便宜を図るために開設されたものである。 しかし1957年7月29日に、神谷町交差点に接する場所に広島バスセンターが、解所、郊外バス路線はこちらに発着するようになった。これを受けて、同日に停留場名は立町に解消されている。本線はほぼすべての区間で、道路上に軌道が付設された、平用軌道で、東停留場も、道路上に、ホームが設けられている。ホームは、 定常式で上下2面があり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配置されている。ただし互いのホーム位置はハス向かいにあり、東に広島駅方面の上りホーム、西に広電西広島駅方面の下りホームが置かれている。1988年には上屋が設置された。通常は無人駅であるが、東下山開催時は中札員が配置される。 温泉には、広島電鉄が運行するすべての系統が乗り入れているが、東底流上にはこのうち1号線、2号線、6号線、9号線、それに0号線が乗り入れる。広島市の中心街に位置し、金融機関が多く集積するビジネス街の面向きも、ある。広島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABCDEFG。 広電が走る町根三十七から三十八ページ、今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳十一中国四国、新庁舎、二千九年三十七ページ。ISBN 九百七十八から四から十から七十九万二十九から六 AB、広電が走る町根弱百五十から百五十七ページ。AB、川島慶造、全国鉄道事情大研究中国編に、 創始者、2009年、103ページ。ISBN 978から4から794217110。ABC 川島系像、山陽、山陰ライン全線、全駅、全廃線第7巻広島エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2012年、8.76ページ。 ISBN 978から4から06から295,157から9。広島電鉄開業100年、創立70年史広島電鉄、2012年440ページ。ありがとうございます。